はい、どうもガチです。女性自身にアクション系の話題が書かれていましたね。アクション様とキコ様が9月20日から25日までベトナムを公式訪問されることが閣議了解された件ですね。今回の訪問は日本とベトナムの外交関係樹立50年を記念したもので、歓迎式典などに臨まれるところですね。そしてリゾート地を訪問されたり、世界遺産も視察をしたり、まるで観光旅行ですけども、秋篠宮家は佳子さまもペルーが決まってますね。国際親善がこれまで以上に活発になるタイミングで、公式では海外通の側近をたくさん雇っているようですね。今年の8月1日にも国交省から公職休務官に着任した職員がいるけども、この人も在オーストラリア大使館に出向経験があるようです。昨年にも JICA から出向できていて、海外での活動経験がある人が集められているわけですね。さらにもうすぐ八公職大部が交代かと言われていますが、次に公職大部になると言われているのが吉田氏で、警視庁時代にはドイツ留学とか在米大使館勤務の経験もあるようですね。紀子様も国際的な存在感を高めたいと意気込んでいるようですけども、立候補しの例ではたくさん招待状を出したのに誰も来てくれませんでしたね。周りに英語ができる人とかを集めても意味がないと思いますけどね。ちなみに国際親善では日本を代表して世界各国を訪問するから、同じお召し物を着用できないので公費である程度衣装を購入できるようです。さらに訪問国の君主や元首とプレゼントを交換し合う慣例もあるようです。しかももらったものは私物扱いになるから、贈与とかそういったのが適用されないわけですね。なんか秋篠宮夫妻はポーランドやフィンランドを訪問した時に北欧家具を爆買いしたという話もあるし、あれも何か裏技で購入したけども経費で落としたんですかね。ちなみに小田部教授は、国際親善について、戦後の日本では国際親善も不可欠だったけども、今は普通に一般国民も海外に行ける時代で、皇室が大規模な予算や人員で訪問するのもどうかということですね。まあ、イギリスの時はクラリッジズホテルのフロアを貸し切りで、天皇陛下よりもたくさんの予算を使ったと言われてますよね。それであのわけのわからない日本語の会見でしたからね。まあ、招待されてるからおもてなしもしてくれるんだろうけども、国家副主席主催の歓迎式典ですからね。そんなに偉くない人から招待されて何を勘違いしてるんでしょうね。天皇皇后両陛下は国のトップから招待されてましたからね。ちなみにデヴィ夫人がモナコ慈善団体から1700万円を持ち逃げしたとして、文春オンラインで報道されていましたね。デヴィ夫人は数々の問題行動を起こしていますけども、なぜか無傷で世界の果てまでイッテ Q のレギュラーでテレビにも出演してますね。ただ今回のダメージは大きいかもわからないですね。今年5月まで代表理事を務めていた一般社団法人の資金を持ち逃げしてトラブルになっているようです。この一般社団法人はモナコに本部を置く慈善団体で、その日本支部のようです。この団体の目的は社交パーティーで集めたお金を国連機関に寄付をするということですね。トップはモナコ王国元首のアルベル2世が名誉顧問総裁をしているようです。でもこの団体の日本支部の現在の代表理事が100名以上の会員に一斉メールをしたようです。それがデヴィ夫人がこの団体を私物化しているような内容ですね。今年の1月にデヴィ夫人はウクライナを支援すると言って訪問していますが、そこで不透明な手術が問題しているようですね。ここでかかったお金をこの団体で出しなさいと後から言ってきたようです。でもそれはデヴィ夫人の単独行動だから出せませんよってことですね。事前に連絡もないし、インタビューでもその団体の名前を出してないから、単独で訪問したことは明白で出せないってことですね。でも理事らが3月の理事会で、事後決済は今回までですよと、一応物資輸送費に関しては350万円出してくれたようです。でもデヴィ夫人は次の理事会でも渡航費用や現地での食費とかを追加で事後請求してきて、否定されたから私は代表なんだから自由に使えないのはおかしいと言ってきたようです。なんか秋篠宮家と気が合うのも分かりますね。しかも会員の連絡先を私物化して自分の活動に勧誘したりとかして、こいつはダメだと思って会員にさせられたようです。でも残高がある団体名義の通帳や印鑑は手放そうとしないようです。まあ、ビッグモーターの株主 100% の権利は渡さないのと似てますね。ジャニーズ事務所の株主もジュリーさんですからね。退任しても 100% 株主の権利は手放すんですかね。しかもデヴィ夫人は運転手への暴行とか他にもいろいろとあるようだから、ジャニーズ問題で人権侵害には厳しく対応と約束をしたメディアはどう対応しますかね。それにしても運転手への暴行もなんか秋篠宮家と似てますね。それは気が合いそうですね。平気で敗退し運動の署名活動ができるわけですからね。それにしてもやはり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、通知の設定の方もしておいてくださいね。